それでは今日の授業を始めましょう。前回ラプラス変換の復習を少し行ったんですけれども、もう少しだけ、ラプラス変換の話をしたいと思います。で、主に、制御ですが、重要な性質をまとめたいと思います。教科書を持っている人はテキストは今日どこかというと、13ページの表の 2.2 です。そこに性質がまとまっています。表 2.2 ラプラス変換の性質というのがありますけれども、その中10個ありますけど、10個全部はあまり使わなくて、その中で大事なものをピックアップして説明していきます。まずは2番目の時間軸推移。どんなんでもいいんですけど、この授業で考えているのは負では0です。で、あと正で、例えばこんな形の XT を考えましょう。これは何でもいいです。例えばこんなのを考えます。で、時間軸推移というのは皆さんも習ったようにタウだけ例えばずれますよと。すなわち、ここまで来て例えばこうなりますねと。こんな感じ、タウずれただけなので、数式で書くとこれ XT マイナスタウと書くでしょう。僕ここまではもう2年生の時に勉強した話になります。で、使う性質は、こいつちょっと下で見にくいけど、これをラプラス変換したら XS だとしましょう。でもこれはなんかもう計算で分かっている。すなわち、ラプラス変換したら XS と分かっていた時に、じゃあこれのラプラス変換は何ですかという時に、これはこうなりますよと。e のマイナスタウ s かける xs、e のマイナスタウ s が関わるとか重要です。で、制御ではこうやってなんか時間が遅れて出てくるこの時間のことを制御では無駄時間って言うんです。無駄な時間、英語で言うとデッドタイムって言って死んだ時間って言います。で、こんなのはよくある話で、例えばみんなが何か動作をしようと思った時に頭から指令がいくわけだけど、どんな運動神経がいい人でも 0. 何秒か遅れて始まるよね。なんていうの、反射神経がよく分かんないけど、そういうのを無駄時間と言います。だから何かしようと思ってもちょっと遅れて始まりますよというのを無駄時間だと思ってください。で、ポイントはここです。無駄時間というのはラプラス領域、ラプラスの世界ではエクスポネンシャルマイナスタウ s をかけることと等しいですよ。で、ラプラスの世界でもいいんだけど、例えばこれをもっと周波数の世界に持ってきましょう。一番単純なのはもう s イコール10メガと置きましょう。これ前回やりました。巨軸上でのラプラス変換はフーリエ変換だから s イコール10メガと置いちゃえばいいでしょう。で、置くとどうなるかっていうと、これは e のマイナスJ オメガタウになります。まあよく見たことがある式、これで思い出す式はおそらく、100人いたらここのみんなだったらほとんど100人、オイラーの、物上数学 A でも出てきたし、私の推理でも出てきたし、あるいは違うところに出てきたかもしれない。で、ちなみに今日はオイラーの生誕306年だそうです。家帰ったら Google のトップページ見てください。オイラーです今日は。僕も Facebook で教えてもらったんだけど、今日はオイラーのあれがトップページになってて、今見ないでね、今見たくなっちゃうかもしれないけどね。あとで、これで一番大事なことは2つあります。1つは大きさは1ですよ。すなわち単位円なんだから、大きさはすなわち無駄時間があっても大きさは変わんないよと。元と1をかけるだけだから、大きさ的にはこれ1つ目いいね。2つ目、その代わり位相は遅れるよ。この2つが大事になります。まずは、J あってオメガタウってなりますね。で、マイナスなんです。まずマイナスだから負の方向で遅れます。プラスだったら進みます。いいね。遅れて、しかも遅れ方は、タウあるいはオメガに比例、どっちもいいです。タウに比例、もちろんオメガにも比例です。見方によっては無駄時間が大きいほど遅れは大きいし、周波数が高いほど遅れも大きいよと。こういう関係式を直線位相と言います。これはまた信号処理のこと。あとで制御では大事になってきます。制御ではこういう無駄時間があるときどうしましょうかというのは、一つのポイントで、そういう意味で時間軸推移というのは大事な性質になります。
っていうことでは正義の言葉で今日置き換えてるだけで、2番目も習ったことです。時間の世界を微分するということはラプラスの世界では S をかけますよ、掛け算ですねと。これも嬉しい性質。同じように積分、ラプラスの世界では割り算ですよ。これもよく知ってるけど、やっぱりこれはすごく嬉しいんです。微分積分という高校生にならなきゃならなきゃならないような難しい数学が小学生で分かる、掛け算割り算で分かる。で同じように、周波数の世界だったらかけるジオメラ、割るジオメラ、同じです。これもこれからよく出てきます。まあ当然だと思ってみてください。3番目、コンボリューション、これも勉強しましたね。コンボリューションっていやらしい積分だけど、ラプラス変換するとこの掛け算になっちゃうよと。これもすごくよく使います。今日これからどんどん使っていきます。特に今日使う後ですぐ出てくる式というのは、出力 YT はなんか G ってものと入力のコンボリューションなんです。で面倒くさいから私アスタリスクで書いちゃうけど、これ本当に書こうと思ったらなんかこうやるんですよ。0から、T かな、見ないと書けないんですけど、 G タウ U T マイナスタウ、こんなめんどくさい、みんなが若いからパッと暗記できると思うけど、私なんかすぐ忘れちゃってタウだかティだか分かんなくなっちゃう。このめんどくさいコンボリューションってありました。だけどこれをラプラス変換するともうこれだけ済んじゃうよ。ラプラス変換した先の世界では掛け算で終わっちゃう。これはまたとっても嬉しい。こんな性質があります。これも習いました。ラプラス変換の性質として、で2年生やった時は物理数学という数学だったんで今一つ無味乾燥、だったんですけど、今度は、使い方があります。まず式はこんな式。何を計算したいかというと、時間がずっと経った後、みんなが穏やかになった後、定常になった後、それで X はどこへ行きますかと。具体的に言うと、例えば最初は振動している、最後はどこか行くでしょう、これはどこ行きますかってのを考えて、これを求めたいねと。だから時間がずっと経たなきゃ分かんないことを調べようとして、1万年後かもしれないし、半減期がなかったら1万年後かもしれないし、もっと長いかもしれない、待ってられないよねと。それをこうやっていいよと。もしもその波形のラプラス変換が分かっていたら、それに S をかけて S を0に持っていっちゃえばいいよ。これは最終値の定義、これも結構嬉しい。こんな性質があります。まあ、S をかけなきゃいけないとか、このようなテクニカルに覚えなきゃいけないんだけど、大事なのは T 無限大が S が0に対応してますよと。こういう対応関係が大事です。すなわち S イコール J オメガだから、 S イコール0ってことはオメガイコール0なんです。何を言ってるかっていうとね、時間が短い時って振動してるでしょ、なんか動いてるでしょ、ね、周波数全部持ってるんですよ。それが一定になるってことは定常状態、周波数ないんですよ。だから T 無限大ってことはここに対応しますよと。これ直流成分って言います、ね、時間無限大ってことを考えなくても周波数ゼロを考えればいいよと、そのようになります。かっこよく言うと、定常との計算をするときに最終値の定理を使います。これは教科書で言うともう第9章とか10章とか相当後で使うんですけれども、使いますよということで、ラプラス変換もすでに1回勉強しているしよく分かっていると思うんだけど、その中でも特に今、4つかな挙げた性質というのは正規で使います。どれも大事です。まあどれが大事かというと、特に、これから今日使うのはこの辺ですね。多分これは絶対、この2つはもういろんなところに出てきます。早速これ使っていきましょう今日は。ということで、もうこれでラプラス変換の章は終わりです。で、今日は一番最後の演習というかクイズでラプラス変換の問題をやって、まあ、復習しようということでもうこのぐらいします。何かご前、質問があったら、第3章に入っていきましょう。線形ディフェンスシステムの表現というところに入っていきます。
で、この前いろんなキーワードを言ったんですけど、ここから数いくつかの章はテーマはモデリングです。制御対象をモデル化しましょうというのがテーマになります。で、具体的には第3章から第6章まで、モデリングの話をしていきます。まあ、モデルをどう作りましょうかという、ことです。で、考えている問題はこんな問題を考えます。LTI システムというのは2年生の時多分出てきたと思うんだけど、もう一回言うと、リニア、タイム、インバリアント、リニア、タイム、インバリアントシステムって言います。線形自負変システム、まあ、この世界ではよく使う LTI って言い方、これはこういうのあるよと。もういろんな世界で3本軸があって、使い方は違うんだけど、制御の世界だと LTI って言ったら線形自負変ですよ。で、特にこの線形が大事です。リニアで、自負変というのは時間によって性質は変わりませんよっていう、まあ、性質で、まあまあそうかなと思って、時間によって性質が変わるものはたくさんあるからそうじゃないよって言ってるだけで、大事なのは線形システムだということ。そこに我々は入力を入れます。まあ、UT と書きましょう。必要か出ます。 YT と書きましょう。考えてる問題、この LTI システムをどう表現しましょうか。それだけです。今 LTI って書いたんだけど、これをどうやって、なんか数式化しようかなと、いうことが考えていきます。で、特に大事なのは線形システム、これ前回も少し言いました。世の中は非線形なんだけれども、なんか動作点とか区切れば線形で考えていいよねと。で、線形だといろんな音がよくわかるよねと、そんな音を言いました。なので、この授業も線形を考えていくんですけど、大事な定理が2つあります。ちょっと色がいっぱい出てきますけど、1つ目、重ね合わせの理、これすでに勉強しました。この物理数学、推理もやったし他でもやったかもしれない。Principle of Superposition といって、まあ、重ね合わせ、いいですよ。で、これはどの世界かというと、これ時間の世界なんです。なので、まずは今日これをやっていきます。これは第3章の目的です。で、もう一つ重要な定理があって、これが周波数応答の原理、これは確か第5章ぐらい、まだ今日はやりません。この2つペアで覚えてください。時間の世界では重ね合わせの理で、周波数の世界、これ周波数領域、この2つを使って線形システムを、まあ、書いていこう、記述していこうということを考えていきます。で、周波数応答の原理は次回か次次回ぐらいになるので、まずは今日こっち、重ね合わせの理で、これもほとんど復習なんです。この音を考えます。今考えている線形システム LTI システムにデルタ関数を入れます。入力としてデルタ、すなわち、横軸 T としたわけわかんないこんな関数、時刻0でポーンと殴るわけです。相手に刺激を与える、これはインパルス入力入れてあげます。なので、その時の応答 YT を、この授業では例えば GT と書きましょう。こう書いちゃっただけ。その応答のことをインパルス応答って言います。これは今日の最初の、大事なところ、これ使っていきましょう。で、インパルス応答って多分イメージがあんまないんだけど、同じように時間の波形です。典型的にはまずデルタ関数入れてるから、負では当然ゼロですよね。すなわち殴る前から痛いとはみんな思わないだろう。だからこういうふうにしましょう。で、殴られたから痛いですよね。痛いって言って、例えばこうなっていく、これ典型的なインパルス応答。場合によってはこういうのもあります。こうなった、痛いな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 、こうもあります。これはもしもこういうこともたまにあります。これ救急車呼んだ方がいいね。これはまずい、これ不安定って言います。これ大体大丈夫と言っちゃって、この2つ安定なんです。
今僕が考えているのは安定の方、ですからポンと殴ったら、まあ、痛いんだけど時間経てば治るでしょうと、そういうのをインパルス法と時間の関数だとしましょう、ね、このものあるよと思ってください。でこれ準備なんです。だから今言いたいことは、これは分かってる、インパルスで殴られた時の応答は分かってますよとした時に、どうしましょうか。ちょっと文章を書きます。まずは前半今言ったことを文章しただけ。線形システムのインパルス応答 GT が基地であれば、分かっていれば、線形システムのインパルス応答 GT が基地であれば、基地であれば任意の入力 UT に対する出力 YT は重ね合わせの理によってコンボリューションを用いて計算できる。これ文章なんで、それを式で書きます。でここまでが、大事な、なんていうのかな、こと。でこれは時間の世界での入力と出力はこんなわけのわかんないコンボリューションって積分で書けますよっていう、まず第一段階、始まりです。これ似たようなことはもう物理数学次の教科書に書いてあったことなんで、復習としてもう一回捉えていただければ OK なんだけど、もう一回だけさらに復習しましょう。今考えている問題はこの問題です。インパルス応答 GT は分かってますよ、こういうシステムが与えられたときに、何だかよく分かんない任意の入力、何でもいいんです、普通の連続関数持ってきて、それが入ったときに出力はどうなるかって教えて、この問題考えてるんです。デルタ関数の音は分かっていた、だけどこんなの誰も分かんない、それを求めたいときどうすればいいか。でこれは一個一個考えていくんです。例えばこれをこのぐらいの細かいステップアウェイ、これが入った時応答はどうなるかなって計算します。2番目は今度ちょっとずれた、これが入った時応答はどうなるかなって計算します。なんか応答は計算できるでしょ、最初のやつでこんな応答が出るかもしれない。2番目はちょっとずれたとか始まってこうなるかもしれない、同じぐらいかな、そういうふうにこの、まあ、デルタなんとかっていうデルタの幅を決めてあげて、一個一個の応答を計算していって、最終的にデルタをゼロに極限で持っていくと、この波形っていうのはこういう一個一個の足し算で書けるでしょう。だからこの応答はこの足し算で書いていいよっていうのは重ね合わせの理で成り立つわけ。重ね合わせの理というのは一個一個の足し算が全部の足し算と同じですよ。すなわち、欲しいのはこれ全体の応答を欲しいんだけど、それは一個一個分解していってあげて、一個一個の応答を計算していってあげて最後に足せばいいよ。これが重ね合わせの理で、ここに出てきた YT が足し算したら OK でしょう。これでいいですねと、その計算をこれを一生懸命数式で落としていくと、こんなコンボリューションになる。あそこに書いたのを最後デルタをゼロに持ってってとか、そのとやるとこのようになります。でこの辺の詳しいことは2年生の時の教科書に書いてあって、まあ面倒くさいけど暇があったら見てほしい、今こういうことを思い出してほしいことなんです。だから今見てもよくわからないかもしれない、でそれは正しい認識なんです。ここで皆さんに持っていただきたい認識は、コンボリューションって嫌なやつだな、できれば、あんまり付き合いたくないな、それは正しい認識なんです。制御したみんなそう考えたんです。こんなんじゃやってられない、こんな入出関係毎回こんなの使っていたら制御系設計するの大変だねと、それは正しい認識だから、この世界もう時間世界やめようよ、ラプラスしちゃおうよと、フーリエしちゃおうよと、そう考える、それは今日の話題になっていきます。だけどせっかくだから、ここまでをまとめると、どうしても線形システムという学問を勉強しようと思うと、一番最初にこれ出てきます。インパルス応答が出てきて、コンボリューション出てきて、もうこういう理由があってどうしても出したいんです。ここが出発点だから、だからまあこれはちょっと嫌だけど、まあ、こういうのがあって次に行けるんだよと、そう思ってください、ね、
もう皆さん2度目だから、まあ、めんどくさいことは2度分かったわけだけど、これを出発としていろいろ進めていきます。もう頭の人は分かるように、この見た瞬間にこれラプラス変換すればいいよね。ラプラス変換したら掛け算だよね。コンボリューションは圧倒的に楽だよね。積分じゃないから。そう考えるのが普通なんです。ね、これからやっていきます。でもうちょっとだけ、ここで説明しておきたいのは、インパルス応答と同じように大事な概念に、ステップ応答ってあります。インパルス応答ってのは入力としてインパルスを入れました。ステップ応答は入力としてステップを入れます。この字だと UST、ユニットステップなんで UST と置きました。で今の話がよく分かっていると、今どの問題を考えたいかというと、インパルス応答が分かっているときにステップ応答を計算しなさい。インパルス応答 GT やこれ分かっているとしたときに、これを用いてステップ応答の値、例えば FT と置きましょうか。これを計算しなさいって問題が与えたらどうするか、こう考えましょう。ステップっていうのはインパルスがいっぱいあるもの。すなわちステップ入力を入れるってことは、インパルス入力を一個一個入れて、ずらしていって足してあげればいい。またなんかコンボリューションみたいになってくる。そんなイメージで捉えます。なので簡単に言うと、ステップ応答は GT を積分すればいいです。なんかピンとこないよね。例えばこんなのがあったと思います。さっき書いた典型的なインパルス応答、こんな波形って至るところでも見てきたはずなんだ。例えば電気回路の過渡現象、でこいつを積分、時間で積分するとどうなるかっていうと、こんな波形になります。ここまではもちろんゼロで、ここからこんなふうになってきます。これがステップ応答なんです。の左側のインパルス応答に対応する。こっちも多分電気回路見たことがあるような波形、なんだろうな、電流がどう変わるかとか、電荷がどう変わるかとか、 RL 回路とか RLSC 回路でやった話になると思います。なので、インパルス応答っていうのと、まあ、ステップ応答はこんな関係がありますよということになります。でもう大体これでインパルス応答の話は終わりで、次へ行きます。でまとめましょう。これからやっていくこと、我々は時間の世界で生きているので、やっぱり時間領域というのは一番分かりやすいし、出発点はこれです。で、まず今やったことはインパルス応答、インパルス応答を用いると何かシステムの関係をかけそうだよと、変な積分で、それは分かった。まあ小学校これ出発点だよねということを言いました。でもう一つ、時間の世界でみんな得意なのは微分方程式。1回目でニュートンの運動方程式とかそういうのを出して勉強しました。それもう一回やっていきます。これが今第3章の話。あとちょっと飛んで第6章で状態方程式、ちょっと先でこれも時間の世界の話をやっていきます。それに対して、ラプラスの世界、ラプラスって S ですね、 S 領域、時間は T としましょうか。これで書くのが第4章である伝達関数。もう今日すぐこれをやっていきます。伝達関数ということを勉強していきますね。でラプラスが出てきたら今度フーリエ、周波数領域、これは周波数伝達関数と言います。これ第5章で勉強します。こんな3つの領域を考えていきます。時間の世界がまずあります。これは出発です。時間の世界が終わったら、そこでやってもいいんだけど、なかなか面倒くさいのでラプラスにしちゃいましょう。で、するのは勝手なんだけど、ここで登場するのが、ここからここに行くときに、これがラプラス変換。でもう皆さんこれはだいぶ勉強したし、もう復習して大丈夫でしょう。時間の世界から、ラプラスの世界、ラプラス変換、同じようにこっち、これをフーリエ変換
こんな関係になっています。で、今第3章のこの辺まで来た、インパルス相当まで来たんで、残り微分方程式、その話を少しします。まあ、一番最初に出てきた、よく出てくるニュートンの運動方程式、例えばこう書きましょうか。もう制御的に、Y と U を使っちゃいました。 U は入力である力、 Y は出力である変位。もうこれも立派な時間の世界でのシステム表現、微分方程式によってこの入出力がどんな関係かって分かるわけ。いいですね。でもうちょっと複雑なのがこんなのがありましたね。 my2.t+dy.t+ky.ut、ダンパー、摩擦のようなもの、それからバネがあるとこのふうになりますねというのもやりました。何が言いたいかというと、我々が使っているダイナミックシステムというのは微分方程式で書けるんだから、時間の世界ではこう書くのが一番自然だよね。で、書けるかな、一般的には書けないね。違うところ行きます。一般的には書きますね。 Y の N 回微分をこう書きます。何を言ってるかっていうと、 Y の上添え字括弧 N は N 回微分、 Y の N 回微分から始まってる。さっき2回微分から始まっていたのを一般的に書いたわけです。これが多分一般的に微分方程式で入力 U と出力 Y の関係でしょうと。その特殊な場合がニュートンの運動方程式で2回とか、あんなふうが出てくる。で、私の書き方の説明をすると、普通ここは A1 とかしたくなるんだけど、私の書き方は N-1 とここが同じになるように、そういうふうに、相違を作ってます。だから A1 はここでこれと一緒になるように、それだけです。まあこれは趣味の問題、私はこう書くのは分かりやすいかなと思ってこういう書き方をしているだけです。で、ここまでで第3章終わりなんです。多分第3章今どこまで来たかっていうと、今26ページかな、教科書持ってる人は26ページの 3.8 式まで今来た。あ、その通り、ごめんなさいね。 B0 ですね。はい、その通りです。このようによくミスをするので何かあったら言ってください。いい、じゃあもう第4章いっちゃいますね。第4章で今最後のところで微分方程式で入出力関係書くのを、物理ではいいよね、だから例えばこれでもうハッピーなんだけど、まあ、多分物理学だったらこれで見えたし見えたしというか、まあ、いいよねっていう世界なんだけど、制御はなんとかこれを制御しなきゃいけない。だもうちょっと扱いやすいと嬉しいのでこう考えましょう。初期値をゼロとしてラプラス変換、すなわちラプラス変換で一番面倒くさいのは初期値をなんか入れてくるやつ、を考えるのは面倒くさいんだけど、それはもうゼロとしていいですよ。そうするとさっきあったように2回微分は S 次乗かけるだけでいい。1回微分は S をかける、2回微分は S 次乗をかける、もしも積分だったら S で割る。なんで左辺はこれで終わり、右辺何もないからただこれだけいいよね。一応最初から念のために YS というのは、YT のラプラス変換ですよと。 US は UT のラプラス変換ですよと定義しましょう。もうかなりこれで見通しが良くなって、この式からYS イコールに直すと YS イコール MS 2乗分の1、この関係式が出ます。ただ単に MS 乗で割っただけで、これも第1回目でもすでに出てきた数式、すなわちシステムはこう書いていいじゃない。これが伝達関数、これこの授業でよく G と記号を使うので GS と書くと、 GS はこの場合の伝達関数、 GS は MS 2乗分の1ですよと。
なんかブロックとして分かりやすいよね。微分方程式毎回この箱の中書いたらめんどくさいよね。それ MS 乗分の1だと分かればもう全て分かってしまう。そういう書き方、これが正義の書き方ね。もう一つは微分方程式は、まあ、掛け算で書ける、まあ、だからラプラスの世界に持っていくといろんなものが掛け算で書けちゃう。これは嬉しいねということ。でこれ一番シンプルな、ニュートンの運動方程式だったけれども、もう一個書きましたね、ここの下に、もうちょっと複雑な場合はこうなります。 GS は、ちょっと増えます分母が、MS 乗から次は DS プラス K というのがあります。じゃあみんなちょっとこれできるかな。一般にはこれでしたよね。この微分方程式、この微分方程式をラプラス変換して連達関数を出してみてくれる。この分数になります。機械的に置き換えていくだけ。ちょっと1分2分、あの微分方程式をラプラス変換して連達関数を出してみてください。まあ悩むまでもないよね。分母の一番最初は S の N 乗ですよね。 N 回微分だから。次は A の N-1、S の N-1 乗、A1S 分子も一緒ですよね。最初は B の N、 M、 B の M の S の M 乗、こんな感じでいいよね。これは一般的な伝達関数になります。ただ単に機械的にラプラス変換、初期値を0と置いてラプラス変換しただけです。するとこれは N 次の代数方程式、 M 次の代数方程式になります。すなわち微分方程式が代数方程式になる。これかなり嬉しいんだけど、嬉しいんだけど、まあなかなか代数方程式も大変ですね。2次ぐらいまでは対応できるけど3次以降難しい。でまあちょっと考えてみましょう。あれをこのように書き直します。計算できるかできないかは別として、絶対にこういうふうに混んで書けますよね。特性、あの方程式を混んで、 N 次方程式だったら N 個混があるから、それを例えば P1 か Pn と置きました。 P というのは実数かもしれないし複素数かもしれない、複素協約かもしれないね。それは変わらない。分子も一緒、これ書くことは勝手だよね。で今計算機があれば多分できるでしょう、こういう因数分解をね。ですからこう書くことはできるでしょう。でこの時に、大事な概念はもうこの勉強した PI、 これを極と言います。 ZI、 0点と言います。0点と言います。すなわち分母多項式イコール0を満たすような、根のことを極、分子多項式イコール0を満たすような、根のことを0点と言いましょう。極っていうのは、もしもこれ P1 という値を S が持ってしまったら分母が0になっちゃいますよね。だから極ではすごくこの GS が値がでっかくなるところ。逆に0っていうのは、もしも S が Z1 だったら0になりますよね。伝達関数が0になる値を0点、伝達関数がすごくでっかくなる値を、極という、そういう2つのように特徴付けることもできますねということになります。これもこういうものがあると思ってください。でこっちを先やっちゃおうか。例えば教科書に書いてある例題だとこんなのがあります。教科書だと今ですね29ページの 4.10 式、S 次乗足す 2S 足す10分の S 足す2というのがあります。でまずこれ見ると、分母が2次だから N イコール2です。分子1位だから M イコール1です。この見た目ですね。で基本的に N は M よりも大きくあってほしい。分母の次数の方が分子より高くあってほしい。これをプロパーと言います。適切って言い方をします。基本的に皆さんがこの授業で見る伝達関数は分母の方が次数が高いです。でもしもじゃあ逆の場合、この場合インプロパー、
不適切って言います。なぜこれが不適切なのか。一番簡単なのは GS が S の場合、分母が0次、分子が1次、分子の方がでかくなるとこういう微分域が出ます。で、分母がでかいときはこれ積分域が書けるんです。まあ、ちょっと何を言ってるかよく分からないかもしれないけど、だんだん慣れてきます。で、ここで言いたいことは、微分域っていうのは物理的に実現できないんです。物理的に作れない。微分というのはこう将来どう変わっていくかですよね。微係数って今から見てて将来どんな方向に動くかなってもの。だから今までのデータだけでは分からないんです。例えば皆さんが関数が与えられて、横軸 t にしましょう。で、こんな関数があるとしましょう。で、ここは今あるとしましょう。まあ、皆さんここまで分かってる。で、ここから先どう変わりますかって言ったときに、ここまで先のデータで、今までいうデータだけでは予測はできなくて、先のデータがなきゃどう変わっていくか分かりませんよね。微分というのは未来情報が必要なんです。ということは、今までのデータだけでは計算できないという意味で物理的には実現不可能。近似的にはできます。例えばこのちょっと前でこの場合とはできるんだけど、正確にしようと思うと未来が分からなきゃいけない。そういう意味で微分岐というのは、厳密にはできないという説明になります。近似的には微分岐あります。なので、言いたかったことは、大体分母の方が実数高いですよということがまず大事なことになります。次は、極と0点、極、これ解いてみてください。0点は簡単ですね。まあ、これももうマイナス1プラスマイナス J3 ぐらいかな。こんな感じだよね。1引く10だから9になってルートだから3ぐらいかなになります。ですから極と0点を求めなさいって言ったらこんな計算数が OK になります。じゃあさっきやりま、そうか、もう一個説明しなきゃいけなかったんだ。じゃあこれちょっと置いといて、もう一個先に説明して、それで次戻ってきます。またこれ使います。今は極と0点の計算までやりました。今日前半の方でなんかめんどくさいねって言ったコンボリューション、これ嫌だからラプラス変換しちゃおうよと、また同じようなものが出ました。入力と伝達関数がかけて Y が出ます。すなわち GS は US 分の YS、 言えることは伝達関数は入力のラプラス変換分の出力のラプラス変換。まあ、今までやってきたところもう一回復習したようなものですね。さっきもそうでした。伝達関数っていうのは入力分の出力って形で書けた。だからこれはもともと定義なんです。 S の世界で入力の出力っていうものを伝達関数と言いましょうね。これはそもそもの定義。でも、もう一つ分かったことは、これラプラス変換したんだから G っていうのはインパルスオートのラプラス変換じゃない。すなわちこのオウム序 G というのはこれのラプラス変換をそう定義しただけなんだから、 U のラプラス変換をオウム序 U にして、 Y のラプラス変換をオウム序 Y にしたんですから、オウム序 GS というのはインパルスオートのラプラス変換なんですね。この二通りの定義があります。両方とも大事。そもそもこっちなんですね。入出力を S の世界で見た比、 S の世界での比をラプラ、伝達関数と言いましょうと。でもう一つはコンボリューションのラプラス変換を性質から見ると、あ、じゃあこれは、インパルスオートのラプラス変換でもありますね、分かるわけです。これ定義ね。いいですか。で、戻ります。今伝達関数分かってました。こっちのさっきの例題、これをラプラス逆変換したら GT 出るよね。これ計算してほしいんだ。これ演習でも何でもなくて、
すぐ種明かしするか、まずはこんなふうにやればいいって方向性だけ、そこまで分かってくれば OK です。ラプラス変換のテクニックなんで、覚えておいて損はないやり方を勉強していきます。じゃあやってみようか。こんなふうにやります。さっき因数分解してコンを出したからそれ使ってもいいんだけど、それだと結構面倒くさくなっちゃう。これはこういうふうにやります。分子を平方完成します。これは第一段階。さらに Q というのは、もうこういうのは練習問題ですから3の事情になってるんです。で、頭の中にあるのはまずこれがあります。先週暗記してと言ったサインオメガ T は、まずこれは絶対暗記しておくこと。これ忘れちゃうともう話にならない。で、どうもうこれ見た瞬間にさっき複素協約だったよね。解が、根が、極が複素協約になった瞬間になんかサインコサインだなと思う。実数極だったらそうじゃない。なんでなんかこっちが怪しいなと思わなきゃいけない。で、まあこれはもう一括りに考えましょうねという、後で考えていけばいい。なんとか事情を足す、なんとか事情になったねと。嬉しいんだけど分子が嫌だなと。で、まず、分かりやすいのはこっちかな。サインに対応する項は多分S たす1の事情3の事情分の3になればいいんだよね。もう一つの方は S たす1の事情たす3の事情の S たす1になればいいんだよね。これはこことここが一緒になればいい。この2つが出てくればなんか分解できそうだなと思う。難しいね。これこう考えましょう。まずは第一段階でこいつをここに出しましょう。これは去年の中間試験に出した問題です。これと同じ問題を出しました。で、こうなったら次はこう考えればいい。こういうパターンとこういうパターン、S たす1の事情たす3の事情の S たす1、これかなりいい線いってきた。こうやって2つに分解できるかなと。ここまでいいかな。ピンとこない、怪しい。もう一回言うとね、 S たす2は S たす1たす1にしましょう。これここは S たす1だから、これまとめ出したかったんです、ここに。で、残りは1たすとちょうど合うから S たす1にした。で、次は何とか分の何とかたす何とかは A 分の B たす A 分の C でしょう。これとこうでしょう。これで分けたんです。で、2つに分けられます。すなわちこれはサイン成分とコサイン成分に分けた方が分かりやすいと思うわけです。ともうこっちはもうダイレクトにこことここが合ってるからもうこれですよね。すなわちこいつはコサインですね。コサインでオメガは3ですよね。今これオメガは3、なのでコサイン 3t でしょう。ただし、時間ずれてますね。 S ずれてますね。これは E のマイナス t、マイナス t をかけなさいねと。これが最初の方、いい思い出してね。今ピンとこなくても、ラプラス変換復習してください。一回やったことあるから大丈夫です。これは第一項です。第2項はこういうに合わせなきゃいけない。 S たす1の事情たす3の事情分の3だから、これ3にします。3にしたら3分の1かければいい。そしたらこいつは、サイン 3t e のマイナス t かける3分の1、ここがこれに対応します。
でこういう形式、これから伝達関数がよく出てくるので、もしかしたら今早くてピンとこないかもしれないけど、今分かんなかったら次一回家帰ってじっくり考えてほしいんです。よくあるパターンは、伝達関数が分かっているときにラプラス逆変換を使ってインパルスオートを出しなさいとか、インパルスオートが分かっているときにラプラス変換して伝達関数を出しなさいとか、結局やることはラプラス変換なんです、制御といってもね。だからそのやり方は分かると嬉しいねということになります。なんでここまで来たらちゃんと答え書きましょう。答えは、このぐらいが答え。さらに、頭のいい人はまた合成定理ですかって、これ一緒にしたくないよね、もうやんないけど、ここの1の事情と3分の1の事情を足してルートしてあげて位相ずらして、ね、そこまでいっちゃえば素晴らしい。なんかコサインかサインかだけで書けちゃう、ね、大事なことは、こっちは簡単に言うとサイン3っていうのよ、それに E のマイナス点がかかってる。若干位相はずれてるけど、波形で書くとこうなります。ゼロが来て、本当は位相がずれるからどこかから始まるんだけど、こんな感じ、サイン 3t の周期を持って振動しているんだけど、こいつが放落線エンベロープがあるから最後はちゃんとゼロに行きますよ、こんな波形になります。だからさっき今日途中で言った、頭がインパルスオートで殴って頭が痛くなるよって言った時の振動的に頭が痛くなる人のパターン、ね、痛いな治ったな痛いな治ったなっていう繰り返しのような、その振動的なインパルスオートがあんな伝達関数だと出てくることになります。よろしいでしょうか。今日の授業はここまでなんですけれども、ここまで何か質問があったら